江南高校4番平良太。台湾との試合で4クォーターの最後に自分がレイアップ体当てながらいけて、それが決まって延長いけたんで、会場全体が沸いて、その時の気持ちが、できるだけ相手を騙してスピードとか迫力だったり、プレー見てて面白いなって思われたいですね。沖縄代表として出るならそれが一番です。だからウィンターカップで沸かせたい。